クリストファー・ジャービス・ハーレー・ホグートは、イギリスの指揮者、鍵盤楽器奏者、音楽学者、ノッティンガム出身。ケンブリッジ大学ペンブローク校にて最初に、古典学を学んだ後、専攻を音楽に変えた。当時同大学で教鞭を取っていた、レーモンド・レッパードとサーストン・ダートラに指示。ブリティッシュ・カウンシルの奨学金を得て、プラハに留学、カレル大学で研究を行い、 ラファエル・プエアーナや、グスタフ・レオン・ハルトラに、チェンバロ演奏を学ぶ。1967年にデイビッド・マンローと、ロンドン語学コンソートを創設し、同コンソートのメンバーとして活躍。また、ネビル・マリナー率いる、アカデミー室内管弦楽団のチェンバロ奏者を務めた、他、同学団のため楽譜の編集、工程もいった。1976年にマンローの突然の死で、 ロンドン古学コンソートは解散。その3年前、1973年に創立した、演ェンと室内管弦楽団を率いて、オリジナル奏法による古楽器演奏で、バロック音楽と古典派音楽から、現代の作品に至るまで、作曲家をのおのの音楽のあり方を実践した。キャリアを通じて、鍵盤楽器奏者としても活動しており、録音も多い。 ボルフガング・アマデウス・モーツァルトの公共曲全集では、オリジナル楽器であるのはもちろんだが、音楽学者ザ・スローの協力の下で、各々の楽器編成から双方に至るまで原点に、立ち返って検討し、再現した。また彼は、この時コンサートマスターであったヤープ・シュレーダーと共に、指揮をした。彼自身は音楽学者であるが、他の音楽の研究者と、たびたび共同作業をしている。 1981年からは、アメリカ合衆国でも定期的に指揮を取り、マサチューセッツ州ボストンのヘンデル・ハイドン・ソサイエティの警官指揮者に任命された。1983年から1985年まで、ロンドン・バービーカンセンターで模様されたモストリー、モーツァルト・フェスティバルの芸術監督に着任。1987年から1992年まで、 ミネソタ州のセントポール室内管弦楽団の音楽監督を務めた。また20世紀の音楽の演奏にも積極的で晩年はモダンオーケストラに客演する機会も増えていたがピリオド奏法の発想を取り入れたり20世紀新古典主義音楽の演奏にバロック音楽や古典派音楽の経験と知識を活かすなど独自色を出していた。 2013年ホグーとはオペラ式の経験も豊かであった。1983年にミズーリ州セントルイスでドン・ジョバンニを指揮してオペラデビューを果たし、ベルリン国立歌劇場、ストックホルム王立歌劇場、コベントガーデン王立歌劇場などでも活動を続け、オーストラリアオペラにおいては、1994年にイドメネを1997年に 皇帝ティートの慈悲、1997年には、トーリードのイフィジェニーを指揮した。1992年から、王立音楽アカデミー客員教授。以降、ケンブリッジ大学名誉教授、2006年からは、エンシェント室内管弦楽団の音楽監督に、チェンバロ奏者のリチャード・エガーが就任し、ホグとは、名誉音楽監督の地位となっていた。2014年9月24日、 ケンブリッジの自宅にて、脳腫瘍のため死亡した。ホグウッドは、数々の著作があり、代表的な著作として、BBC ミュージック、ガイド奏書より、トリオ・ソナタと、ゲオルク・フリードリヒ・ヘンデルについての対策の表伝、ヘンデルがある。ゼーの劇不随音楽、アルルの女をオリジナルの小編成で録音している。本来戯曲のために書かれた劇場の、 付属音楽としての本作品に新たな光を当てた優れた演奏である。ビバルディの式では従来の出版符とは異なる資料を用いた審判の工程を行い、ベーレンライター社から出版されている。Wee r e g r e ーア to Announce the Death of on クリストファー・ホグウッド24 September 2014クリストファー・ホグウッド2014年9月24日ありがとうございます。